悔しい気持ちが強いですけど、この選択を正解にできるように、しっかり結果を残して一回り二回り成長できるように機会にしたいなと思います。皆さんとの関わりがあって今の自分があると思います。本当に感謝してます。ありがとうございます。個人的にも最後の試合になりますし、しっかり魂のこもったゲームができるように、そして明日勝てるようにみんなで頑張りましょう。ありがとうございました。野選手お疲れ様です。本日鹿児島ユナイテッド FC への期限付き移籍の発表がありました。今の心境とファンサポーターへのメッセージお願いいたします。鹿児島ユナイテッド FC に移籍することになりました。今シーズンなかなかチームに、貢献することができなかったことが、個人的にはすごい、悔しかったんですけど、この移籍で一回り二回り成長してまた結果を残して自分の価値を高めていけるように、していきたいなと思っています。本当なかなか試合に出れない時もファンサポーターの皆さんのメッセージだったり応援というのはすごい伝わっていましたし、自分の毎日のパワーになったというか本当支えていただきました。また、環境は変わりますけど、成長した姿を皆さんにお見せできるようにしっかり頑張っていきたいなと思っています。ありがとうございました。